ということで今日は久々のチャレンジメニューでございます。沖縄ということでね、インドカレーのねチャレンジメニューになってまして、一応ね総重量が約 3.8kg、 カレーが今回いろいろ選べるんですけど、バターチキンカレーを選ばせていただきまして、あとね、まあ、ご飯とナンとタンドリーチキンですね。で一応制限時間が、60分になりまして、成功で無料プラス賞金10,000円で、失敗の場合は5,000円ということになるみたいです。はい、はい、はい、すみません、いただきます。まず普通にバターチキンから、あ、うまっ。ほんのり甘めでめっちゃ美味しいな。なん焼きたて、うん、うまっ。うまいけどめっちゃ量多いなこれ。これ多分ね相当難易度高いわこれ。多分ね、めっちゃ多い。ちょっと余る気がする。うん、よあ、ダメ、熱っ。ちなみにここのお店のチャレンジの記録のね最速が26分弱ぐらいみたいですね。うん、目指さないと最速。うん、ちなみにね、お米は普通の白米なんで、ジャスミンライスとかじゃなくて日本の方でも食べやすいものになってます。うん、あ、まだお米がよし、これもったいない。
タンドリー。うまっ。よいしょ、ルー余っちゃったから1個はこのまんまで。時間がねえぞ。誤差ですよっ。あ、超えた。20分とか20分4秒です。誤差です。